こんにちは、MB です。今日はイベントのご案内でございます。超お得イベントだと思います。超豪華イベント、超お得イベントで、しかも入場無料で、入場制限特にないので、ぜひ最後まで見てください。11月26日昼12時から、日本最大級インフルエンサー&古着屋さんが集う屋外で楽しむフリマイベントを開催させていただきます。マルジェラもジルサンダーもバレンシアガもレインメーカーも、ベインもアタッチメントも何でもいいんですけど、マーカーウェアも何でもいいんですけど、山ほど持っていきますから。そしてめちゃくちゃ安くします。考えられないぐらい安く大量に洋服持っていきますので、フリマイベント僕が実際にいて、実際に販売してます。むちゃくちゃいっぱい持ってきて早い者勝ちなので超お得だと思います。あの転売屋さんに来てほしくないけど、正直来て買ってメルカリ出したら生活できるぐらい全然すごいいいものいっぱい出すと思いますので、ぜひ来てみてください。今年最後にして最大のイベントだと思います。僭越ながら私 MB がですね、発案者として吉祥寺で大規模イベントを行うこととなりました。イベント名は MIX、 MIIX で MIX とさせていただきます。吉祥寺パルコの屋上で開催させていただきます。開催日は11月26日土曜日12時、昼の12時から、夕方5時ぐらいまでを予定としています。こちら雨天中止にさせてもらうんですけれども、前日の5時までに、判断をするので、こちらどうなるか心配な方は、僕のツイッターアカウントとか見てもらえれば発表があると思いますが、今のところ大丈夫じゃないかなというふうに思います。プレスリリースの内容なんですけれども、日本トップのファッションインフルエンサー、国内屈指の古着屋さんが吉祥寺パルコ屋上に集結、大規模なフリーマーケットイベントを開催させていただきます。インフルエンサーはオリジナルアイテム、セレクトアイテムなど、古着屋さんは珠玉の古着を持ち寄って展開します。どれもすごく特別価格でめちゃくちゃ安くしてます。インフルエンサーさんは全員ですね、このイベントで金儲けしようって一人も思ってなくて、もう本当に年末最後に、僕らってむちゃくちゃ洋服あるんで、はっきり言って自分で着れないぐらい洋服たくさん持ってるんですよ。でそれをこういうイベントで格安で出すのが、僕らインフルエンサー普通なんですけれども、今回会員さん向けとかじゃなくて一般向けにドカッと出すので、本当にこの機会珍しいと思います。ぜひチェックしてみてください。ガチでマルジェラクソ安く買えると思います。古着屋さんブース、各古着屋さんブースではですね、各インフルエンサーが独自の視点でピックしたアイテムがあるインフルエンサーのコーナーとかも古着屋さんのところで作らせていただくので、まあ、それが全部パルコの屋上、吉祥寺パルコの屋上で、まあ屋外なのでね、非常にその開放的なところでゆったり過ごせると思います。むっちゃ会場広いので、すごくこう楽しく一日過ごせるんじゃないかなと思います。もちろんあの買わなくてもインフルエンサーさんに会いに行くとかでも全然 OK です。参加インフルエンサーは私 MB、 そして、プチアヤ、この人も多分相当ハイブランドたくさん持ってくると思います。そしてウルマさん、スプチャンネルのウルマさんもいらっしゃいます。そしてまとめくん、まとめくんも来ます。そしてなぜか相乗りのクロちゃん、クロちゃんも来ます。洋服たくさんあるそうなんで、クロちゃんもあのたくさん持ってくるそうです。そして古着屋さんはですね、有名な古着屋さんたくさん揃えました。ドラセナさんだったりとか、グリフルさんだったり、フィートさんだったりとか、様々な古着屋さんお声掛けして集結しておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。古着屋さんの件数まだまだ増えそうなので、ちょっと正式などれだけの人数来るか、っていうどれだけの点数が来るかわからないんですけど、お店さんが来るかわからないんですけど、今のところは5店舗ぐらい決まってると思いますので、古着屋さんもかなり、古着好きの方はぜひ遊びに来てみてください。こちら参加は無料で、入場も制限ないので、26日12時に吉祥寺パルコの屋上に来ていただければ誰でも参加できると思いますが、場合によってはあまりにもないと思うんですけど、あまりにも混雑の場合は入場制限かける可能性もありますので、ちょっとその辺はまあ屋上でね、相当広い会場なんで大丈夫だとは思うんですけど、もし入場制限とかかかってしまったら、あのごめんなさい。でそれだけちょっとお見知りおきをしといてください。ちょっと僕らもね、チャレンジブルな企画なのでどうなるかわかんないんですけど、もしくはね、まあ MB のなんだフリマなんて行かなくていいやっていうことで、実際にこんだけ頑張ったけど誰も来ないで、僕らね、お客さんいないから必死にこう写真撮ってメルカリに出すっていう作業をやんなきゃいけない可能性もなきにしもあらずなんですけれども、逆にですね、嬉しいことですけど、たくさん人が来て溢れ返っちゃうから入場制限かけちゃわなきゃいけないみたいなことも可能性としてはなくはないので、その辺だけ、知っておいていただければというふうに思っております。
なかなかこのメンツで、この古着屋さんで、一気にイベントをやるっていうのはないと思いますし、何よりめちゃくちゃ安く物が買えるし、インフルエンサーさんとも会ってお話もできるということで、結構ない企画だと思います。今年最後にして最大のイベントですので、ぜひよかったらチェックしてみてください。一応概要欄の方にも、今話した内容を書いておきますので、よかったらチェックしてみてください。それでは11月26日吉祥寺パルコ屋上でお待ちしております。昼12時からです。よろしくお願いします。